フライドポテト。フライドポテトは、じゃがいもを食べやすい大きさに切って、油で揚げた料理である。日本では、ポテトフライと呼ぶこともある。ベルギーは、フリッツ、フライドポテト発祥の地を称しており、ブルージュにはがある。17世紀、ナミュールで魚に不漁に困った住民がじゃがいもを揚げて、食べたことが起源と同国は伝えられている。これに対して、フランスの新聞、フィガロ電子版が2018年8月1日付で、19世紀初頭のパリで登場したと唱える研究家のインタビューを掲載し、論争になっている。イギリス英語でチップス、チップス。アメリカ英語でフレンチフライズ、フレンチフリース、またはフレンチフライドポテトーズ、フレンチフライドパトトース。ベルギーではフリッツ、フレッチェスと呼ぶ。フランスなどではポム、ド、テールフリット、フツ、ポーム、デテアフリートあるいは単にフリット、フツと呼ばれる。オランダでは一度粉末にしたじゃがいもを成形して揚げたものをラスパタとラスパトーットと呼ぶ。日本での胡椒フライドポテト、は和製英語であるが文法的に間違いではないので英語圏でも意味は伝わる。英語圏でフライドポテトというとフライにしたポテト全般を指すのでポテトチップスもハッシュブラウンもこれに含まれる。なお、イラク戦争の折にアメリカ合衆国の好戦的な姿勢に批判的なフランスへの抗議と皮肉の意を込めてアメリカ合衆国議会の食堂ではフレンチフライをフリーダムフライ、自由のフライと一時的に呼びかえていた。じゃがいもを直線状のストレートカット、特に細いものはシューストリングカット、波状のクリンクルカット、皮付きのナチュラルカット、リング状のスパイラルカットなどの形状に切ったのを用いるが、一度粉末にしたものを改めて、これらの形状に成形し直して製品化しているものもある。パン粉をまぶして揚げる例もあるが、多くのファストフード店では素揚げにして客に供している。また、揚げるための油に、植物性の油ではなくヘッドを使うことで旨味をつけたものもある。ファストフードチェーン店などでは、ポテトカートンと呼ばれる専用の紙容器に入れられて販売され、日本では検疫の関係上、生のじゃがいもは輸入制限されているため、輸入じゃがいもによるフライドポテトは、現地で製造され冷凍されたものか、もしくは粉末状に加工されたものを、日本で細長成形されたものである。これらは日本国外の大規模農場で生産されており、安価ではあるが、生のじゃがいもを調理したフライドポテトの方が好まれる傾向も見られる。味付けは塩、ケチャップやマヨネーズベースのソースなどを使用することもある。ファストフードチェーン店では、フライドポテトの入った紙袋に添付されたシーズニングを入れて振って調べ断るといった食べ方がある。シーズニングの量を調節できたり、多様な種類の味が用意されていたりと幅広い楽しみ方ができる。家庭用のフライドポテト用の油やポテトと油を入れて手軽に揚げることができる調理器具なども比較的普及している。ベルギーの一般家庭は電気フライヤーを高い割合で常備している。ベルギーでは料理の付け合わせはパンよりもむしろフリッツであることが普通である。街角にもフリッツスタンドが立ち、ベルギー人にとっては主食のようになっている。なお、ベルギーではフライドポテトにサムライソース、フツ、マヨネーズにハリッサと油とレモン汁を加えたピリ辛ソースやマヨネーズをつけて食べるのが一般的である。フライドポテトとはそもそもベルギーのナミュールの住人が細く切ってヘッドで揚げたじゃがいもを起源とする料理である。イギリスでは皮ごと乱切りにしたポテトを揚げたものをと呼ぶ。名前の由来はくさび型を意味する。また、チップバティと呼ばれるフライドポテトのサンドイッチが老若男女問わず愛されている。イギリスでは様々な料理の付け合わせとしてフライドポテトが好まれる。白身魚のフライとフライドポテトを盛り合わせたフィッシュ&チップスは非常に一般的な料理である。さらに、インド料理店や中華料理店などにおいても、ナンや米飯の代わりに注文する人がいる。オランダでは、基本的にポテトは夜食や昼食といった日常生活で食べられている。実際にポテトは店で買うのだが、日本のように油をフライパンに入れて汚すことがなく、ポテトを揚げるフライヤーがある。アメリカのレストランでは、ハンバーガーやサンドイッチの付け合わせとして、フライドポテトが供される。これはハンバーガーを主な商品とするファストフード店でも受け継がれており、バーガー類とドリンク、フライドポテトを組み合わせたセットメニューが多く見られる。ヨーロッパでファストフードと認識されているトルコ料理のドネルケバブの屋台でも付け合わせとしてフライドポテトが用いられる。こうした店のフライドポテトの材料となるジャガイモは専用の大型品種が用いられる。糖質と脂質が多く、カロリーが高いジャンクフードである。油で揚げる調理法から、使用する油脂によっては、トランス脂肪酸も含まれる。また、味付けのために添加される食塩は高血圧症や胃がんに関係する。このため、一部のファストフード店では揚げずに短冊切りのジャガイモをオーブンで焼いたベイクドポテトを提供するサースを行っている。ファストフード店のフライドポテトは2ヶ月半放置してもカビが生えないという実験が有名で、同様の実験結果も報告されているが、カビが生えたとする報告も存在する。これは製品によっては冷凍加工される段階で食品添加物としてにリン酸ナトリウムが添加されている場合があり、これは煮沸された状態で徐々に加水分解されオルトフェニルフェノールになるたである。世界保健機関、WHOの下部組織である国際がん研究機関、EARCは、フライドポテトに多く含まれる、アクリルアミドを、人に対して、おそらく発がん性がある物質、グループ 2A として評価している。これは発がん性物質の分類中、リスクの高い方から2番目で、焼き魚の焦げに存在する、ベンツピレンと同ランクである。これは、動物実験の結果から人での発がん性が推測されているものの、実際に人の細胞での発がんを確認したものでも、アクリルアミドを多く摂取したものほど発がん傾向が高まるというような疫学な知見が固まっているものでもないという段階と言える。ただし、2007年のオランダでの疫学調査では、食品からのアクリルアミドの摂取量が多いグループで、一部のがんの発症率が統計的に優位に高いことが示されている。アクリルアミドは合成樹脂や化学繊維の原料として工業的に利用されており、動物での発がん性は比較的古くから知られていた。しかし、2002年にスウェーデン政府がストックホルム大学と共同でした研究で、炭水化物を多く含む芋糖を高温で焼くか揚げることでアクリルアミドが多く生成されることが発表され、ありふれた食品に同様の物質が存在することが驚きをもって伝えられた。実際、その後の各国の研究機関の分析でも、ポテトチップスやフレンチフライにアクリルアミドが含まれることが分かっており、日本の国立衛生研究所の分析でも、フレンチフライ 1kg あたりに512から784マイクログラムの含有が確認された。一方で、同様の芋類でも似るような調理では生成されにくいことも明らかとなっている。2010年の FAO、風合同食品添加物専門家会議、JKF では、食品中に含まれるアクリルアミドの量を低減するための適切な努力を継続することを勧告している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。